年下なんてダメですか。長い髪好きなんですか。彼女候補にどうですか。先輩のことが好き。不純な時で中堅してみたり、アピールしたり、もう気づいてよバカ。偶然予想さ、偶然も許して、毎日ここで挨拶待ち伏せ。釣り合わないの知ってる。それでもちょっと近づく。難しいですか。少し先に生まれた好きな人が少し先に恋をしてしまった。もしこの時計進めることができたら、君と席が近くなって、君と恋人にもなって、なんてそうじゃないの。今好きになって私を年の差なんて好きな人が少し先に恋をしてしまった。